はい、皆さんこんにちは、 DJ のウクレレ講座です。今回はチューナーについてのお話をさせていただきたいと思います。クリップタイプのチューナーですね。いっぱいついてます。はい、皆さんは1個ずつぐらいしかチューナー持ってないと思うんですけども、皆さんにおすすめするのにいろんなタイプを、使ってみたり、ウクレレについてきたり、三振買った時に一緒についてきたりなどと、いろいろチューナーが集まってくるわけなんですけども、いろいろこうやって見て弾いてみた結果ですね、これこの中では若干一番高い部類に、今1200円ぐらいになってると思うんですけども、多機能タイプなんですね、これ。それでピッチも変えれます。多機能タイプなんですけど、ここ見ていただいた通りメモリがたくさんあります。色も、ちょっとカラフルですね。他のは一色、緑に変わって赤になったのがアウト緑に変わる、これも青がアウト緑に変わる、まあそういう感じぐらいしかないんですけど、これは割と、3色4色使われてて、黄色と赤と緑とってなるんですけども、実際やってみた結果ですね、いろいろチューニングとかしてみた結果、ずれてるようなものはなかったです。違いはどこにあるかと言いますと、どれかこの辺、これは一番高いやつで、あとは普通のやつタイプですけども、これで合わせた時に1個だけチューニングが合ってない、他の3つは合ってても1個だけ合ってないとか、そういうのが時々出るんですね。で、なんでかと思うと、こいつで見るとよくわかるんですけど、メモリ1個ずれてたりするんですね。はい、センターからメモリ1個ずれてるけど他のは OK と表示して、その中の1個はずれてますと表示する、まあそういう状態は出てくるんですけど、この高性能なやつで見ると1個ずれてるってことは、若干アバウト差もあるのかなというところもありますね。はい、きっちりではないのかなというところもあるんですけども、まあその誤差の範囲内ですね。ウクレレはもともとチューニング的にバチッと合ってるものではありません。オクターブも若干、ソプラノなんかで言うとだいたいシャープしてたりとか、そういうのもありまして、ギターよりもスケールが短いですので、この短い状態でオクターブを合わせるっていうのはなかなか難しいんですね。はい、で若干ずれてる部分もある、アバウトなところもあるので、誤差的にチューナーはまあだいたいこれ300円ぐらいでアマゾンで買ったんですけど、それでも使えるかなというところですね。はい、まあいや、そんなこと言っちゃダメなんでしょうけど、ぴったり合ってなかったらダメっていう人もいらっしゃるかもわかんないんですけど、 BJ 的にはこのぐらいの誤差も、ウクレレの楽しみの一つっていうふうに捉えてもいいんじゃないかなと思います。まあ人によってこの押さえ方次第でチューニングも変わったりしますので、まあなるべくですね、一番高性能なタイプで合うのが気持ちよくて一番いいんですけども、まあ誤差以内で使えるチューナーという感じです。はい、まあそれでもですね、弾いててどうもチューナーで全部合わせてるんですけど気持ち悪いという状態になる人はこのタイプですね、これ。はい、リンク貼っときます、商品リンク貼っときますので、このタイプを利用になってみるといいと思います。ちょっと若干使い方も難しいというか、まあピッチが変えれるので、この普通だったらオンオフのスイッチ1個だけなんですけど、2個ついてまして、1個がオンオフですね。大体の最近のこういうチューナーにありがちの長押しすると電源が、切れる、入る、はい、それをちょい押しするとモードが切り替わります。バイオリン用とか、あとはオープンチューニングにも対応してたと思うんですね。はい、まあそういういろんなギターとかのチューニングもできまして、あ、それともう一個のつまみを押すと、ピッチが変えられますので、はい、450って今出てますね。そしたら下は430までですね。この A の音、はい、A イコール440と書くんですけど、 A っていうのはラですね。このラが基準になっておりまして、音差っていうようなものありますね。キーンって叩いてこのでチューニングする、あれが440回振動するっていうところを変えてですね、430から450の間で変えれるということです。コンサート用のピアノホールとかで行くと442だったり443だったりってチューニングをしてあるのがあるんですけど、それと一緒に合わせるときに調整するという機能なんですけども、普段は440に合わせていただくといいと思います。はい、まあ、そういう高性能な機
きのいらんやんっていう話もあるんですけど、ただぴったり合わせられるにはこのチューナーが一番信頼できると思います。はい、普段使ってるチューナーでなんか合わせて全部合ってるのに気持ち悪いなっていう方は、もしかしたらその誤差が多少影響してるかもわかんないですね。アバウトな部分ですね。はい、このチューナーを使ってみてください。ということでチューナーのちょっとしたお話でした。 BJ のウクレレ講座、また別の動画でお会いしましょう。さようなら。目を閉じて星空を見ることはできない、だから今は瞬きももったいないと思う。